お元気ですか、ボクシュミです。今回は BBM プロ野球チアリーダーカード2023毎度開封動画後編の9パックやっていきたいと思います。早速やっていきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。巨人の荒井美幸さんでございます。楽天の鈴鹿さんでございます。中日のほのかさんでございます。日ハムの神山真奈さんでございます。ヤクルトの青井さんでございます。ソフトバンクのこれは七海さんでございます。副キャプテンでございます。でヤクルトのダンスリーダーのニラさんのレキラでございます。2袋目でございます。中日のメイさんでございます。巨人の山本カリンさんでございます。ヤクルトのダンスリーダーのリナさんでございます。西武ライオンズのサブリーダーのぞみさんでございます。千葉ロッテですね、リーダーの、ゆうかさんでございます。ソフトバンクのミクさんでございます。で楽天のこれは、クララさんのレキラでございます。続いて、3袋目でございます。阪神の、春樹さんでございます。中日のゆいかさんでございます。日ハムの橋本、これはリリカさんでございます。でヤクルトの、ルナさんでございます。巨人の高橋ひかるさんでございます。ソフトバンクのナズナさんでございます。でロッテの萌子さんのキラでございます。4袋目でございます。中日のゆいさんでございます。日ハムの吉田桃子さんで桃子さんでございます。阪神のうららさんでございます。巨人のサブリーダー矢作明子さんでございます。でロッテの愛さんでございます。でこれは中日ですね、ゆいかさんと、愛さんの2人のカードでございます。で日ハムの橋本リリカさんの、キラでございます。5袋目でございます。日ハムのこれサブキャプテンですね、山口玲奈さんの山口玲奈さんでございます。噛んじゃってね、失礼いたしました。阪神の篠野さんでございます。で巨人の土原一華さんでございます。これはロッテの、アミさんでございます。楽天の、はるかさんでございます。で直筆サインカード出ましたね、こちらは、ロッテですね、これはナミナさんでしょうかね、直筆サインカードでございます。でこちらがですね、90分の65となっております。ロッテのこれは、ナミナさんでございます。続けていきます。阪神の、春樹さんの期待でございます。6袋目でございます。おっと、ちょっとハサミね滑らせてしまいました。
失礼いたしました。で改めてね、6袋目でございます。阪神の浦田さんでございます。巨人のサブリーダー矢作明子さんでございます。ロッテの愛さんでございます。楽天の、春さんでございます。ヤクルトのカレンさんでございます。ソフトバンクの副キャプテンの真央さんでございます。で日ハムの吉田桃子さんの木田でございます。7袋目でございます。巨人の土原一華さんでございます。ロッテの、アミさんでございます。楽天のはるかさんでございます。中日の、ゆいさんでございます。日ハムの吉田、桃子さんでございます。ソフトバンクの副キャプテン、ななみさんでございます。で中日の、ラムさんでございます。8袋目でございます。西武ライオンズの、これサブリーダーののぞみさんでございます。ロッテのリーダーのゆうかさんでございます。で日ハムの大野美優さんでございます。先ほど直筆サインカードだね、大野さんでございます。阪神のこれバイスキャプテンの、かなさんでございます。で西武のなつきさんでございます。でこれ阪神ですね、かなさんとコスモさんの、カード対のカードでございます。中日のゆいかさんでございます。最後の9袋目でございます。巨人のサブリーダーの伊藤ルーナさんでございます。ロッテの、ゆりさんでございます。阪神のこれはバイスキャプテンの、コスモさんでございます。中日のカナさんでございます。で日ハムの高野みのりさんでございます。ソフトバンクのナナさんでございまして、最後は西武の、ゆまりさんでございます。以上で BB プロ野球チアリーダーカード2023の開封動画、前の方で、の後編の9パック終わりたいと思います。またね、近日は今度はもう一箱ね、買っておりますのでね、届き次第開封動画としてやっていきますので、よろしくお願いいたします。で、メンバーシップ限定では、私の気まぐれですが、よりね、マニアックな、ね、開封動画でやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。